携帯電話を利用するときに契約会社以外の通信回線を使えなくする機能、s i m ック。総務省により今月から義務化された s i m ック解除の動きを受けて通信機器メーカーのファーウェイジャパンがスマートフォンの新機種と新販売戦略を発表しましたファーウェイジャパンが発表した来月中旬に発売予定の SIM フリーのアンドロイド搭載スマートフォン、ONER6 プラス。 この機種が他のスマホと違うのは、基本インターネット限定の販売であることです。今日からインターネットショッピングモールの楽天市場に初の公式サイトを設け、予約を受け付けています。この戦略の背景にあるのは、今月から義務化されたシムロック解除と、およそ1兆円にもなるファーウェイの中国におけるオンラインでのスマホ年間売り上げ。ファーウェイジャパンではチャンスと捉え、日本市場の出荷拡大を狙います。 ファーウェイジャパンによりますと、今年のオナーシリーズの出荷は全世界で4000万台を予定し、このうち日本では100万台を目指しているということです。